こんにちは、突然始まります。こんにちは、こんにちは。今日はですね、6月は忙しいんだと、ちょっとマスク取りましょうか、急ですけど、6月はね、作業がたくさんあって忙しいという、動画をね、やりたいと思ってるんですけど、盆栽の作業って、年間通していろいろ盆栽の雑誌買うと、今月はこれがやりなさいとか、これができますよっていうような作業があるんですけど、実際にはね、やっぱり忙しい時期とそうでない時期があって、3月、4月の植え替え時期ですね、が忙しい。で、それからこのね、6月が忙しいんですね。それで、7月、8月になると、またやる作業がなくなって、盆栽休さんも困らすわけですよ、ね。そうなんですよ。取るもなくなるんですよ。暑いし。で、3月、4月の植え替えは、結構、室に入れたりなんかして1月ぐらいから植え替えしたりとか、まあ、今でもやってできますので、結構3月4月言いながらも広範囲でできるんですけど、まあ、この6月の作業っていうのはもう今やらないといけないという作業なんで、段階的に紹介をしていこうというふうに思います、はい。まず小白類でいうと、こういう塗装とか心拍の植え替えですね、もうこんなのも本当は植え替えなきゃいけない。これは1回動画でやってますからね、時間かけて板状になってるやつ、そうですそうです、くねくねしたやつ、これ塗装とか心拍とか石灰ヒノキ、まずできるのがその植え替え、塗装と心拍は割と6月がいいって言われますね、はい。あの3月4月というよりは特にね、塗装は植え替えを注意しないといけないんで、特に強い根なんかを、切り込みしちゃうと結構枯れるっていう、多分私小白類の中で一番枯れるケースっていうのは塗装の植え替えかなっていうぐらい、よくやるんで、でまあ6月の少し暖かくなった時期がいいかな、なんで植え替えができるし、あとはこういう滅実ですね、これもね、頭結構こうスカスカだったんですけど、だいぶ混んできて1年でこういう伸びた芽ですね、こういう芽、こういうのをこう積んでいくと、はい、例えば頭だけでもこう少し積んでいくと、なんとなくこういう棚っぽくで、ね、漏れできるんじゃないかと思うんですけど、これをやると芽が増えてくる。そうですね、芽が増えてくるってことですね、あの中の方から増えてきます。でも根がね、切ると危ないって言ったけど、結構芽吹きがいいんで、塗装が、どんどんこう積んじゃっていいですね。こんな感じで積んでいくと中から増えてくるってことですね。あとで石灰ヒノキもそうですね、今こう結構荒れちゃってますけど、この時期少し剪定をしてですね、例えばこういう伸びたやつなんかはこう見るとこういう筋のところ出ますんで、こういうふうに切ってあげると、こういうのを切ってあげるというようなことで、これをずっとこう飛び出してるやつもですね、こういうのも切っていくと、これも滅実、滅実でしょうね、滅実でしょうね、はい。よく言うんですけど、この葉っぱを切らないように軸だけを切ると、いうことで積んでいくと、この辺が、隙間ができてくるんですね。こういうとこ隙間作りたいんですね、棚を。なるほど、はい、こういうことをやっていく作業があります。成長段階のやつだと、滅実しない方がいい場合もあるんですかね、じゃあ大きくしたいときとか。そうですね、ここ伸ばしたいとかね、そういう場合はあの切らないっていう場合もありますけど、まあ、こういうのは棚を作ってね、こまして作っていきたいんで、こういうのを作っていくと。で、心拍はこれも植え替えが、もう肥料をあげてたんで、できるんですけれども、あの今この時期トヤ結構入ってます、こういう、茶色いの、トヤはね、前9月って言ったんですけど、この時期、心拍とか、あと長寿梅もね、結構棚見ると黄色くパラ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 落ちてますけど、なんでこういうのはフルッパ、中の黄色いやつをきれいに整理して取って、まあ、風通しを良くしてあげるのと、こういうのも剪定ですね、途中枝ですね、こういうところで切れば、杉っぱ大丈夫だと思うんで、はい、そうですね、大体こんな感じで。でそうですね、あの先端を詰めたっていう、ハサミ一切使ってないんですけど、全部こう詰めて、であと下の枝をね、少しこう取ったんですね、でこうなんとなく棚っぽく、ね、はい、見えたと思いますけど、こんな作業があって、だから本当は植え替えした方がいいということですね、はい。あと赤松ですね、この間やったこれですね、畳み込む赤松はこの時期は結構私やります。これぐらいやって、枝ボキいきましたけどね、大丈夫ですね、これだけ立って、多分いけるんじゃないかと思いますけど、五四松もそろそろ植え替えができる季節ですね。あの5月までは芽がまだ伸びてるんで針金だけかけられないんですけど、五葉松とかこういう赤松なんかも針金がかけられるという時期になってきたっていうことですね。でただ十分こういうの養生してですね、これこっち行った方がいいですね、どんぐりね、松ぼっくり、松ぼっくりはい、あのね、栄養はね取られちゃうんで。それと、6月は小白でいうと、あと芽切りが始まるんですね、はい、浜野会長と話を
していて、赤松と黒松、赤松の方が早く見切りをしますと、それは芽を切って、出てきた芽が多少伸びてもこう赤松の場合はこう優しい木ですから、いいと、黒松はこう短くビシッと作りたいんで遅めにやるということで、時期的にはね、今日が10日ですかね、もうちょっと遅くてもいい、15日とか20日とか、赤松ですね、うん、で少し遅れて黒松って感じで、あとは大きさが大きい方を先やりますんで、ちょっと早いんですけど芽切りをやるいいかなと、やりますか、やってます、ちょっと簡単に、でこれも前芽切り の動画一回ちゃんと撮ってるんで、はい、いいんですけど、やっぱり強い下の方が弱い、上が強いというのはありますんで、芽切りをして1週間ぐらい経ってから今度強い方をやると、これ、うん、勘違いした人いるんですけど、弱い方からやって1週間後に強い方やるってやるんですけど、私の場合は1週間経つとほら先週何やったか分からなくなっちゃうんですよ、ね、ちょっとボケも入ってますから分からなくなっちゃうんで、もういっぺんにやっちゃいます。これも前回、やりましたけど、下の方の弱い芽は元から例えば1ミリ残ったとしますね、はい、そうすると中間あたりは例えば2ミリぐらい残して、うん、少し新芽の軸ですね、軸ですね、少し長く伸ばす、はい、残す、でこれはもうかなり丈夫ですから、少し3ミリとか4ミリとかこれぐらい残して、やると、そうすると枯れるまでのこのタイムラグがあるわけですね、うん、はい、下の方は元から切られてるんで、あ、切られたとなるわけですね、で上の方はまだ分かんないわけですね、この葉っぱが切られたことに対して気づいてない、お前はすでに死んでるみたいなですそう切られてることに気づいてない、なるほどね、切られてんのかっていうで、1週間後に気づくわけですよね、切られてたんだっていう、下から芽が出てくるってことですね、そうですね、下からってことですね、うん、はい、という方法もあります、はい、という方法もありますということで、まあこれはいっぺんにやっちゃうよってことですね、はい、これは見切りの話で、いよいよ臓器ですね、臓器欅はね、剥がりを結構します、で、はい、ちょっとね、うちの棚場というかこの棚場を見るとそんなにね、ガンガンに伸びてるわけではないんで、もう一回だから春に真ん中、欅って言うんですね、北欅じゃない、楓ですね、ツーッと伸びてるやつは元から切ってるんで、はい、一応止まってる感じですね、で、多分こういう赤いちっちゃい葉が新しい新芽だと思うんですけど、はい、こういうのは出てきてると思います、であとはだから外側の大きい葉っぱなんかをこういうふうに切ってって数を減らすというような作業で、これをね丸坊主にしちゃう人もいます、でそれを年3回ぐらいできるっていうんですけど、はい、まあ、これは木 の, 健康状態によって、まあ、激しくやったり、少しやったりという感じでいいと思いますね、こんな、まあ、剥がりっていう大きい葉っぱを切ることによって、中の懐のこういう芽を大事にするというとですね、細かい枝作りができるっていう感じですかね、そうですね、はい、で細かい葉っぱができてくると細かい枝もできてきますので、うん、まあ、そういう細かい枝作りをしていくってことですね、はい、それとこれは本当のいわゆるもうこういうの梅もどきはね今日結構あちこち伸びてました、で、あ、可愛いですね、こういう芋が立ってますね、もうジャガイモみたいですね、これ、え、あ、これ幹すごいですね、幹がすごいですね、これね、梅もどきは割とでもこういうふうになりやすいんで、でこういうものにならないのは落としちゃいますね、こういうやつとか、はい、はい、あとはもう本当整えるだけでいいと思います、こういう伸びたやつをこう切ってってぐらいだから伸びたところを切るって感じ、伸びたところを切るですね、そうですね、まあだから実を楽しみたい人はちょっと実を確認しながら実を残してと、うん、いうことですね、私はいつもそうなんですけど、だいたい木作り優先なんであまり実とか花は気にしないで枝作りをしてると、何て言うかな、ざっとですけど、まあとりあえず届いたっていうだけですね、で、長寿梅はさっき持ち合って言いましたけど、徒長したのと、あとはこういう黄色いね、トヤに入った葉っぱがありますんで、こういうのを落とした方がいいですね、これはだからこのぐらいまで枝ができてから切るみたいな、これはね、そうそう、長寿梅は伸ばしてから切んなさいってよく言われます、はい、だからちょっと出たから切るんじゃなくて、だからこういうのが出たからすぐ切ると増えないんで、やっぱり伸ばしてから切ると、こういう伸ばしてこれぐらい伸ばしてからですね、そうすると勢いのいいところが切られるんで元から吹いてくるよと、長寿梅は伸ばしてから切れですね、だから6月ぐらいの時期になるんですかね、あ、そうそうそう、この時期だからみんな共通するのはやっぱり7月ぐらいから芽が出てきて、でやっぱり6月頃こう伸びていくると
いうことですね。はい。で、さっき植え替えはね、1月でもって言いましたけど、これまさしく1月にやったやつですよね。はい、編み込んだやつ。そうですね。あとあれだ、矢子枝も言った方がいいんですか？そうですね。矢子枝はね、もう必要なければ切っちゃった方がいいですね。例えばこういう枝とか、うん、低すぎる枝とかですね。はい、ここからこう出したいというのは別ですけど、うん、やっぱある程度こう幹の形を見せたいんで、あんまり、低い枝っていうのは、後から出てきた枝なんで元気なんですね。そうすると上が傷んじゃうということなんで、株立ち作りたいっていう場合はいいんですけども、大体こういう幹からこの枝が出てるような形になってるんで、ちょっとこういうあの元から出た矢子芽ですね、こういうのを切ってあげた方が上を守るためにはいいということですね。やることはいっぱいあるんですよね。いっぱい6月で動画撮んないと7月8月が動画なくなりますからね。そうですね、6月、そうですね、見る人も減るんですよ。見る人も減る、ね、みんなスポンサーいじなくなるから、何しますかね。やっぱ昼散歩ですかね。昼散歩夏にしますか。東北行きましょう、涼しいとこ。そうですね、長野とかもぜひね。あ、そうですね、だいぶ良かったですね。本当に良くなったこの木は、ね、はい、という木ですね、はいはい。それからケヤキですね。ケヤキもこういうふうに伸びてます。まあこういうやつは輪郭を整えるような切り方でいいと思います。でもう一つはこういうね、一番大きい葉っぱを外側のやつを残しておく方法もあるんですね。これをのこう切って、でここで養分を引っ張るという中で、こういう元からちょっと逆にこういうのを切ってですね、吹かせる、剥がりしてるんですか。剥がりみたいなやつですね。それ以外の葉っぱを切って、そうですね、これ単にこう切ってもいいんですけど、一つ元気な芽を葉っぱを残しておいて、でむしろこう手前、これちっちゃい葉っぱなんでね、こんなやることないんですけど、あ、こっちの方がやりやすいな、ごめんなさい、今の説明そっちでした方がいいですね。剥がりはしますか。剥がりはできますね、ケヤキは。やりますね。やらないのはイワシで、イワシではあまり成績が良くないと言われてるんで、剥がりはしないですね、私はね。はい、する人がいるかもしれないです。僕結構葉っぱ抜いちゃいましたね、うん、抜いちゃいました、うん、なんかケヤキの、ケヤキ、細かいのを出したいなと思って。ああ、はい、いや、それでもいいと思いますよ、うん、これなんか葉っぱちっちゃいんだよね、割とね。そうですね、うん、でこれはね、私が自分で種をまいて3年目かな、軸切りをして刺したやつですね、うん、こういうのはやっぱり今度小枝を作っていきたいんですね。で先ほど言ったこれを例えばここまで詰めてもいいんですけど、一つ大きな葉っぱをこう先端残しておいて、残しておいて、で逆にこういうところをこう切ってあげる。うん、これだから九さんの剥がりですかね。剥がりの先端だけ残すと。そうですね、先端だけ残して、で別にこれは別にいいんです、全部切っちゃっても、はい、だからまあこういうやり方もあるよっていうことで、葉っぱを残して養分を吸いながら、今こういうところをちっちゃくしたんで、そうするとこのところから今度葉っぱじゃなくて小枝ができてくる可能性があるっていう、いうふうに小枝作りが今度この木やっていかなきゃいけないんで、そうするとこれもそうですね、これも先端に1個干しといて、こういうのをこういうところでこう切ってあげるとですね。でこれもそうですね、はい、全部切っちゃってもいいですよ、その人もう考えようなんで、これ切っちゃってもいいんですけどね。残した方が、うん、太りやすくはなるはずですね。なりそうですね、まあ少なくともこの枝はね、そうですね、太りやすくなって、だからこれを例えば二股にしたい時とかは、残しといてもいいのかなとか。そうですね、ね、そういうのもできますよね。まあ太るってことはやっぱり養分吸ってるってことだから、うんうん、やっぱりこういう芽も出しやすいですよ ね、うん、そうですね、これ切られちゃってるから、上も切られた、うん、でこれも切られたから、出さなきゃっていうと、こういう節のとこからやっぱり小枝を出しやすくなると思うんですね、ということですね。これがケヤキ、はい、で、まだまだで、まだ、わ、すごい、あ、来た、大丈夫です。ちょっとテレビのなんか来てるみたいです、はい、ね、言えないですけどね、まだ言っちゃいけないみたいな、言っちゃいけないですよね。盆栽かよ、使えないですね。使えない、はい、で、これはね、ちりめんかずらですね。で、葉っぱが比較的小さい、はい、いいものだと思うんですけど、うん、で、これ一応今日のメインイベント、メインイベントで、ちりめんはね、割とこういうふうに小枝が出るんですね、こういうふうに。誰だか分かんないね、笑いが作るから、いろんなところになったわけですね。で、こういうのをバサバサバサって切って、バリカン狩りっていうんですけど、はい、
そういうのをやります。心配な方はね、すごい先端だけこう切っててもいいんですけど、長い枝のですね、元残してもいいんですけど、やっちゃうか。ちょっとやっていっちゃいますね、バリカンバリなんで。下の方が少し残るかもしれないです。ちょっとある程度、もう本当のバリカンやりますね。輪郭決めてバーって切ってくる、うん、もう切っちゃってます。これは、目的は？あ、まずはだからこういう伸びてるのが嫌なんで、うん、短い小枝の先端に葉っぱをつけたいと。で、結構吹きますから、あのちりめんは丈夫なんで。挿し木もつきますよね。そうですね、挿し木もできますね。で、吊る塩なんで、なかなか太らないっていうのが、この木のなかなか難しいところなんですけど、うん、まあ、でもこれだけ太ってますからね。そうですね。うん、でね、切ると先端から白いのが出てきますね。うん、多分私大丈夫だと思うんですけど、昔、ハゼで、偉いことになりました。偉いことになりました。めっちゃ受けてます。やっぱり、プロは笑いも違いますね。声が出るから。笑いが違う。そうか、そこが違うんだ。うん、お笑い担当。お笑い担当としてはちょっと勉強になりますね。うん、爆発力が違う。で、この辺のね、こういうところもやっぱり、あの間、隙間を空けたいんで、はい、ちょっと切りますね。バリカンやっても先端切ってもね、こういうやっぱり嫌なんですよね、こういうのはね。はい、だからこういうのやっぱり切りたい。どういうんですか。ああ、こういう長いやつ。ああ、長い小枝みたいな長い小枝。伸ばし付いたら切っちゃう。そうですね。だからこういうのもね、こういう長いですよね。だからこういうのは嫌なんですよね。こういうの切りたい。だからもっとね、切っていいんですよ本当は。で、ちょっとさっき話してたんですけど、ベテラン愛好家さんとも話したんですけど、4月に切るのは危険です。というのは、早く切りすぎちゃうと、その後ね、出てきた葉っぱがね、トヤに入っちゃう可能性があるんですね。早すぎちゃって、この時期だから。4月に切ると今葉っぱがもう出ちゃって、トヤに入っちゃって、冬場にね、全然枝がもう見れないような枝になっちゃったりする時があるんですね。はい、なんでやるならやっぱり6月がいいですね。これちょっと抜く枝あるかもしれないんですけど、とりあえず一回バリカンして、はい、はい、またちょっと見てみたいと思います。はい。ね。でも浜野会長が笑いつつ。笑いつくってさっきから。さっきからね。これね、ちょっと今すごい悩みどころですね。はい、これ辺のやつが。で、こういう確実にこういうのいらないんですね。どういうのか分かんないですよね。そうかそうか、切っちゃったこういうまず枝があって、はい、で、そこのところに2つこうあるんですね。これはどうすっかだな。枝の分かれ目に出てるかな、やっぱ。うん、そうですね。太くなりそうだし、カンヌキといえばカンヌキだしね。だからもう一つは、これ取っちゃうってのもあるんですね。これやっぱり挿し枝とすると少しコンパクトにしたいのと、これは前行ってますから。で、これ後ろ行ってますよね。で、ちょっとここ焼けちゃってるっていうのもあって、で、これを取っちゃうんだったら今度この枝は生きてくんですね。そうしましょうか。そうするとかなりコンパクトにギュッと凝縮されると思うんで、ちょっと今思いつきですけど、じゃあ思い切って切っちゃうあーっていう人いると思うんだけど、これもう好みで。じゃあ行きますね。ここね、ここね、行きます。バシッ。ああ、やっぱりここにね、うん、枝がちょっとこう綺麗に引っ張り出してきて、整理しましょう。で、今度はこう一つゴチになっちゃったんで、やっぱりこういうのは丸み線をかけてですね、ちょっと棚も少し作っていった方がいいですね。分けた方がいいですね。はい。で、これを一回バリカンを。あ、でもいいですね。少しこれでやっぱ棚ができますよね。こうやって切ると、はい、ここにね、うん、ハサミで分け棚作ってるんですか。うん、そうですね、ハサミ作りですね。さっき針金でって言ってませんでした。ああ、そうですね。なんか言ってることはめちゃくちゃですね。ハサミでできるんならハサミで、うん、はい。で、ハサミでできないところを、針金でと。なるほど。いう感じで、はい。針金で棚作るのも難しいですね。何切っていいか分からない。まあそうですね。太いやつ軸として考えるんですかね、うんうんうん、やっぱ。そうですね。太いところからですね。切ったところにカットパスタを。そうですね、カットパスタですね。つけてます。はい。で、ここからまた夏に吹き直して、紅葉が楽しめると。そうですね。紅葉がそうですね。真っ赤なね、綺麗な、これちょっと今出てますよね。うん、赤いこれ。そうですね。うん、綺麗なね、真っ赤な紅葉が。
見られます。鉢が黄色だからすごい派手な、映えますね。そうなんですよね。ここねちょっとあの多めにこうグッと切ったんですけど、そうするとこう曲ができたと思うんですね。はい、ちょっと傷になりましたけど、まあ埋まってくればいけるかなということで、バリカン狩りですね。で、あとはまあ少し棚を作りながらですね、まあこじんまりと作っていくと。で、今日やんないんですけど、本当は今この時期何やるのって言った時にバリカン狩りって話をしたんですけど、植え替えをね、これでもやるといいんです。このタイミングで、ね、このタイミングで。で、今日ちょっとね、車の中見たんですけど、合う鉢がないんで、あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。やんないですけど、ちょっと待ってください。はい、ちっちゃいかなと思ったけど、ちっちゃいかなと思って、ああこれだったらいいな、これですね。はい。こう入れられますね。さっきはちっちゃいなと思ったんですけど、この枝を切ったんで、コンパクトになりましたから、この鉢、植え替えていいと思いますね。鉢もちっちゃいし、そうですね。渋そうですね。渋そうですね。じゃああれですね、植え替えの動画撮らないにしても植え替えちゃいますか。植え替えますか。あ、いや、うん、ね、もう結構これパンパンなんですよ、パンパンです、ね、実は、うん、そうなんですね。なんでちょっと植え替えますんで、植え替えます。はい、そうですね、うん、じゃあ植え替えましょう。とりあえず、とりあえず、じゃあはい、動画は一応この辺で、はい、はい、まあでも植え替えたところ も撮ります。撮りますか。とりあえずじゃあところどころ、はい、おまけにしましょうか。完成形おまけで。あ、そうですね、そうですね。じゃあとりあえずこういう忙しいという6月は忙しいということをちょっと言いたかったんで、はい、やる仕事がいっぱいありますということで、おまけコーナーで植え替えの最終の姿を見ていただければというふうには思います。だからこの動画見て、うん、あ、やんなきゃって思った人も結構いると思います。そうそうそう、あ、そんなこともできるんだとかね。そうそうそう、はい、これだけじゃなくて、欅とかも、はい、剥がりとかした時は植え替えるチャンスなので、そうですね、できますね。植え替え忘れた人はそうそうそうやったらいいかなと。そうですね、それもできます。はい、はい、じゃあ、はい、ということでありがとうございました、はい、ありがとうございました。おまけ、うん、抜けるか、どうですか、根の調子は。はい、根はすごいですね。でもなんかね、中に何か入ってますね。コンコン言うんですね。軽石みたいな、いや、なんかすごいコンコン言うんで、キツネ、キツネ、あ、蜂、違うか、蜂、あ、なんか、あ、蜂、二重蜂みたいになってる。蜂の逆蜂だってますね、これ。逆蜂っていうか、よくわかんない。なんか、要は、なんだろう、底網の代わりみたいなあれじゃないですか、そこで出させないために入れてたとか。ああ、可能性ありますね。500円玉みたいな、ね、500円玉みたいな感じやるな。何の入ってるんだ、ね、すごい。あ、でもこれ、あ、これついてました。すごいついてた。だ、割れたやつなんか逆さまに入ってましたね。中途半端このまま入れたのかな、中途半端に。よく来るよくわかんないですね。テレビ東京の取材も終わり。全然取材こっちはされてないけど、来たらね、あれ YouTube ですかって言われたらフジテレビですって言おうと思ってたんだけど、一応考えてた。考えた。はい、ということで終わりました。バリカン狩りと植え替え一緒にやった方がいいよっていう話ですね。はい、はい、ぜひこういう、チームカズラをねやるときはチャレンジしてみてください。はい、はい。